ではまずは十字集計です。それでは十字集計を2枚いけ。それでは六方集計3枚まとめていけ。3枚いけです。一撃必殺の技、それが忍者の手裏剣です。まあ、今の手裏剣は回転をかけて打つ手裏剣、しかし回転をかけたらダメな手裏剣、棒手裏剣です。これは一本ですから回転かけたら刺さりません。ですから回転をかけずに打つんですね。ということは挟みません。こうやっても打つんです。で、前へ押し出すように打ちます。では棒手裏剣を打つ。というふうにされますね。これが帽子です。では次にですね、